リライアコミュニケーションズ株式会社は、コールセンターの受託運営、設置、人材育成を行う、大手のテレマーケティング会社、ジョブポケットを展開する。ジョブポケットは、リライアコミュニケーションズの一部門で、コールセンターを中心としたアルバイト、派遣、一部事務のアルバイトの求人募集を行っている。同時に、J、jobpocket.jp、e、サイトで、 日本全国のコールセンターの人材募集を行っている。2001年7月に採用センターを開設。jobpocket.jp、e、は2004年1月16日にアドレス登録を行い、現在に至る年間1万名以上の人材採用を行う。FC 東京に所属していたかぼれ。東京電力エナジーパートナーから電話による電力。 ガス販売の勧誘業務を受け負っていた同社であるが、判明している2019年10月分に顧客との勧誘電話において、顧客との会話の録音データを改ざん、鉄造していたこと、日本へ、五木新聞報道によると2019年の1年間で44件の音声改ざんがあったことが明らかになった。自らの音声が不正に編集された顧客らが、朝日新聞の取材に応じ、 契約を断ったやりとりをそっくり変えられたり、都合のいい部分をつなげて契約が成立したように見せかけられたりしていた。リライア・コミュニケーションズ社は2020年6月11日付発表 PDF においてお詫びと再発防止を表明した。同年6月13日の報道によると、不正な音声編集は現場トップの管理者が主導していたこと、 ルールを逸脱した電話勧誘が責任者によって隠されていたことが伝えられた。東電から委託を受けた当社が契約件数が伸び悩む中、脱会と呼ばれる部署では営業目標を達成しようと夜遅くの電話や高齢者への強引な勧誘が行われ消費生活センターなどへのクレームが増えた。このため不適切な営業実態を隠す音声編集が始まったという。 2020年8月、同社は業績を牽引する部門、社員を無条件に評価し、行き過ぎた数字優先の考え方を助長してしまったと分析。企業理念や倫理観より結果が優先され、隠す、誤まかす、適当にやり過ごすといった悪しき企業文化が形成されたとし、真摯に反省する基本方針を公表した。ありがとうございます。